素晴らしい投手戦を制した石井和久、この後の感想は当然スタジオ記者さんにお願いしましょう。おめでとうございます。はい、見事投手戦を制したヤクルトの石井投手と電話がつながっています。おめでとうございます。 ありがとうございます。今の気持ちを聞かせください。そうですね、まあ1勝したって感じです。あの開幕の1勝っていうのは大きくないんですか？まあチームにとっては大きいですけど、まあ1勝ですからね、まだ。はい、今日は7回で11奪三振ということなんですけど。なんか変だよ、やっぱりで喋ってんの。きっちり感想をお願いします。生放送なんで早めに。はい、まあ三振とフォアボールは僕の取り柄なんで、まあとりあえずフォアボールは今日はなかったんで良かったです。そうですね、はい、それでは喜びいっぱいだと思いますが、羽目を外さないように一つお願いします。おめでとうございました。ありがとうございました。はい。